お疲れちゃんです。ラトラスだけで今回もクラッシュロールやってくんすけど、今日はねこちら女性でウルトラレアドラフトチャレンジっていうものが来ておりまして、これがね報酬がめちゃくちゃ豪華なんですよ。これ最後12勝までするとウルトラレアキング宝箱かな、はい、これがもらえるっていうので、まあその前にもねなんか魔法とかがなんかいろいろあったと思うんで、はい、ぜひ報酬をゲットしてほしいなと思いますだけで、まあ、ドラフト法はね、人によって選ぶカードいろいろあると思うんですけど、まあ僕なりのね、はい、ちょっといろいろ話しながらやっていければいいかなと思います。で、まあ普通にやるだけだとね、多分普通に12勝しちゃうんで、今回彼女にね、カードを選んでもらいつつやっていこうかなと思います。はい、なんで、まあイチャモンつけながらね、やっていければなと思います。はい。だけどまあ画面越しなんでわかんないかもなんですけど、今彼女がね、選んでます。まあ僕もね、ビビドラがいいかなと思います。で、ジャイとゴブジャイは正直好みですね。で、ボーラーとハルチェは、まあ、ほんと好みですけど、まあ、空に対応できるハルチェの方がいいかなって、ギャングとアイスピとかも好みですよね。なんて言うんですかね。僕が、今のは本当に好みゲーだと思うんですけど、僕的に取った方がいいと思うのは、まあ、カードパワーがあるやつと、あとはスペルに弱いやつですね。すごい今日カミカミなんですけど、スペルに弱いやつだと、このゲームスペルがねほとんど自分が欲しいスペルを手に入れることができないんで、普段スペルに弱いカード こそこのモードだとスペルがないのでなんか強さを発揮すると言いますか、なんでまあ簡単に言うとマジックアーチャーとかホバリングとかファイブでワンパンとかそういう系じゃないですか。なんですけど、まあ、ぶっちゃけそんなファイブ持ってないのでみんなね、なんで、まあ、そういう面は強いですね。あと、プリンセスとかもですね。こう、撃っただけで死んでしまうけど、本当に、スペルがない環境だと思ってもらえればいいので、スペルに弱い系のやつは、強いかなと思います。まあ、あとは単体で強いのが、まあ、プリンスとか、守れる、攻めれるカードはいいですね。本当に。なんで、ジャイとか正直なくても、こう、プリンスとかムートとか、なんか、ね、守れるし、攻めれるし、みたいな、そんな感じのカードが、いっぱいね取れるといいかなと思いますので、ベビーとかもすごい優秀ですね。何にでも、はい、合うかなと思います。まああとはほんと好みかなと思います。個人的に大型はあんま取らない印象がありますね。これとかラバとかはあんま取らない。まあ取れって言われたら取りますけど、そのね手札的に、まあそんな感じで、はい、やっていこうかなと思います。まあ、話すことはなくなりましたね。あ、親衛隊もね、めちゃくちゃ強いです。親衛隊も、すごい強い。親衛隊がトップかな。あと、スパーキーか。スパーキー、親衛隊。何かに特化して弱いカードですね。本当にぶっちゃけ。何かに特化して弱いカードほど、その、ね、弱点を相手が持ってる可能性はすごい低いので、もう大暴れするって感じだと思います。よいしょ。というわけで、もうこれはもう無視して、ちゃちゃっとね、サンクラ取っていこうかなと思います。よいしょ。で、ちょっとね、僕最近、ものすごいハマってることがあるんですけど、知ってるよね？俺が最近ハマってること。うん、いやめちゃくちゃハマってるんですよ。なんで、こう YouTube で動画も見てますし、実際にね、さっき、てかコンビニとかかな、なんかいろいろ売ってるの、確認しに行ったんですけど、売ってなくて、わざわざ Amazon でね、さっき買ったんですけど、最近ね、ちょっとマジックですね。手品かな？トランプのマジック、手品っていうのかな？マジックと手品って違うの？一緒じゃないの？一緒だよね。違うんかもしれない。なんですけど、それにね、ちょっとハマってるんですよね。謎にね。よいしょ。いきます、次。僕なんかね、そういうちょっと、これはね、圧倒的エレキですね。もういい、俺が言ってない方でもいいよ。これもウッドかザップウッドかな。これはメガゴ好きなのをやるから、ね、これ親衛隊ですね。これもう完璧ですね、この選択は。はい、完璧な選択をしてくれました。なんか謎にかっこいい系、前何言ったっけ、前なんかがねかっこいいって言ったんですよ。何に憧れてたんだっけ。なんか僕変なものの憧れを持つことがあって、忘れたんですけど、そう、マジック、手品、トランプのね手品にちょっとハマっててですね、今 YouTube でめちゃくちゃ勉強してるんですけど、まあ勉強してるものの家にトランプがないんで、どうにもね練習できないんで、コンビニとか売ってるかなと思いつつ、まあ、探し行ったらなくて、 Amazon でねさっき買いまして、なんかかっこよくないですか。トランプってやっぱする機会があるんですよ。
あるよね、わかる、うん、なんか結構する機会が意外となんかめちゃくちゃするわけではないですけど、ふとした時にねやっぱみんなでトランプとかやることがあるので、さあ最強支援隊を出していきます。そんな時にね、あーちょっと見てよみたいな感じで誰かをねターゲットにやるとね、これがまたかっこいいのよ。1個できるやん。いやそう1個はね結構できるんですけど、何回もやらしたやつね。いや種がわからんくていやさ、手品って何回もやるものじゃないんですよね。やっぱこう1回やるからね、よりいいものというかいい感じに見えるわけで、いろんなパターンがやっぱできるとかっこいいじゃないですかっていう僕のね変な憧れ的なものからね最近いろいろ学んでますね。なんでちょっとねこういろんな人たちにねただただ自慢したいですよね見せつけたいっていうのがありますね。なんか他にあるかな、なんかできたらちょっとできたらかっこいいものみたいな。ペン回しえ、なんとも微妙な、ないなんかマジックに似てできたらちょっとかっこよくない？ペン回しか、剣玉センス、分からん、センスなくねいやペン回しはまだまだマシな方だと思うけど、けん玉はちょっと違うよね。いいよ、ペン回しって言ったらノンストの、あの石田さんが出てきた、出た、けん玉上手な、うん、全然わかんないんだよね。めっちゃけん玉上手なんよ。ごめんね、その身内ネタわかんないんだよね。身内ネタなん、いや身内ネタ、身内ネタでもないか、全然身内でもないけどね、うん、よいしょ、全然違う。さあ赤の他人、はいいいけどいいけどあのマスケとかホバエレキ4コス系も強いですね。ダクネプリン、プリン3コスだけどマスケエレキホバマジアチダクネ、あの4コス系はね結構トップレベルで強いかなと思いますね。相手バレル持ってましたね、バレル用にちょっとウッドは取っとかないとなんかシンプルに負けちゃいそうな流れなので。いや、やっぱ選ぶの上手な人が選ぶとな違うよね。まあ正直関係ないんですけどね、本当にあのなんか いろんな人たちが挙げてますけど、よいしょ、まあでも選ぶのは本当に絶望的な時はね絶対勝てないみたいなたまにありますからね。もう選ぶ段階で相性勝ちしとけばその試合ね本当に楽に勝ちに持っていけますから、よいしょ、勝ちましたね。これ多分止まんないっすね相手、よいしょ、ドゥアン、おいうまい、でもグッと安キャミ使いましたね。というわけでまあ勝ちましたかね、多分。もう話すことない、話すことないね、本当にない。あるやん、もう一つずっと話すって言ってて、まあ、別にそこまででもないんですけどねそこまで別にあれなんですよね、最近ちょっと流行ってるものの僕アンチになりがちみたいな謎にアンチ、新しいもの出ると絶対アンチになるね。いや本当にそういうわけでもないんですけど箱とか新カードね、うん、よいしょ、なんかね最近ずっと流行ってるじゃないですか、あれ、わかります、わかりますよね皆さん、あれですよ、あれ、もう負けそうでつらいピエンみたいなね感じのやつ最近流行ってるじゃないですか、本当にね、もう何がピエンじゃねえ、鬱陶しいわとか僕は思ってないですけどまあまあまあ相手からしたらね惜しくも負けてピエンみたいな使い方よくわかんないですけど、悲しい時にね使うやつ、よいしょ、流行ってますけど、ホットレモンないピエンみたいなね。僕は あやめて、僕はプリンセス欲しい、ファイブ欲しい、まあ、あこれ迷いますね、マジェチカファイブは。いや、いいカードを選びますね。やったー、これ解説するとマジアチャがいいんですよクソ適当でクソ、いやでもファイブも強い、ファイブっていうかホバリングとかも強いんだよね。あのだから今のホバとマジアチャすごいむずいですね、両方強い、両方めちゃくちゃ強いカードですね。しかも僕がいやでもゴブリンおるからマジアチャ強いよ。え、強くない、謎理論謎理論ですねここもぶっいっちゃってタル使ったのでもうゴブリンも付け加えていきますね。ほんとスペルに弱いカードは強いんですよね、ホバリングとかマジアチャは最強クラス、でもほらファイブあるけん、うん、勝ちやん、勝ちだね、ずらさんかったら、うん、ずらさんかったらね間違えんかったら、マジでこれ知ってる人は知ってるけど
1年目のクラロアリーグで、僕多分いろんなところで話してますけど、焼き鳥と 2v2 かな、あ1年僕ファブゲームが入ってたんですけど、焼き鳥と 2v2 組んでて、公式試合でね、ホバリング砲に5を2連続ぐらいで外したんですよね、多分。それで1回目はまあまあまあみたいな感じでね、優しく許してくれたんですけど、あの焼き鳥がですよ、もう想像できます、あマジで結構切れましたからね、おいみたいな、ってなんかもう、ああみたいな、もう覚えてないですけど、覚えてないですけど、でも2回目も、いや、でも、言っちゃえば、まあ、僕は間違いなく悪いわけで、100は僕悪いですよ。僕が100悪くて、焼き鳥ね、おいみたいな、もう結構ね、ガチで、あ、ちょ、ほんとごめんみたいな感じで、マジでもう僕もね、こう、申し訳ないと思いながらね、やって、なんか、2回目か、多分3回目の時かな、なんか、マジで5を、やばかったんですかね。もう AM、やばくて、その日。本当にまた外して、もうガチで俺殺されると思ったんですよ。そしたら、あれ多分、あれだ。なんか、次またホバリング来るから、ファイヤーボール構えといて、みたいな感じのこと言われたんですよね。だから僕はここに構えとったんですよ。構えとってから、来ると思うじゃないですか。だから来たらすぐ打とうと思ってるんで、来たと思って打ったら、ホバリングじゃないんですよ。違いいときでね、うわ、やべ、ごめんみたいな。本当にもうごめんと思って、間違えて打ったら、たまたまホバリングも出てきて、2体ぐらいを巻き込める、超神ファイヤーボールになってね、なんとか救われたみたいなのがありましたけど。もう出てきてなかったら。あ、バッテリー。出てきてなかったらもう僕は死んでましたね。うん。よいしょ。もう今いなかったね。焼き鳥さんに焼き鳥にされとった。ピエン滑ったピエン、まあそんな感じですよね。よいしょ。さあマジアチャがやっぱ強いですね。いや、やっぱ私が選んだマジアチャは優秀だから、まあ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 、全ては使えてるんだからですけど、よかったね、うん、よかった。外したらピエンでしたからね。ピエン、だから便利ですよね。便利、なんか何でも言っとけばとりあえずね、なんとかなりそうな言葉みたいな感じですよね、ピエン、うん、というわけで、まあ、順調ね、この報酬がめちゃくちゃ美味しいはずで、僕はエリゴレとヒーラー、エリゴレ欲しいですね、美味しい。まあ、あとは新カードぐらいですけど、まあまあ、ここら辺は何とっても一緒かな。ウルトラ、あとラムライダーとスパーキーが、なので、美味しい、きたー、美味しいですね。さあというわけで、ウルトラレアドロフト、多分女性デーとか書いてますけど、何のカードでも出ると思いますね。はい、全カード進んでると思いますんで、まあ振り返りますと、カードパワー強いやつかな、カードパワープリンスとかヒーラーとかミニペマスケとかバルキリーとかも強いですよね。なんで、まあ、あとはスペルに弱いやつですね。ホバリング、まあ、ウィザードとか、あとはなんだろうね、まあ単体で強いのプリンス、ムート、ライドラ、バルーンとかも強いですし、巨大スクレットとかもいいと思いますね。まあ、エレキ、ランバージャックだけで、この辺カードパワーですね。スパーキーとか。メガナイトもいいですね。というわけで、まあ、そんな感じで、一体一体、ここの力が強いやつとスペルに弱いやつ系は、すごいいいと思うんでね。よければ、参考にしてもらえればいいかなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。3月ね、毎日日本投稿してるんで、よければ、日本投稿チェックお願いしますよ。バイバイ。